な元気？歩行だよ。単位危ないから来いって言われちゃってさ、ほんとだるい。はーい。ああ、めんどくさいな。なるほどね。なんとなく勘で解いてたけど、そういうことだったんだ。聞こえてないつもりなのかな、あれ。バッチリ聞こえてるんだけど。まあ、いっか。いつものことだし。歩行終わり。帰りどこか寄っていこうかな。これ出て行きたくないな。でもあいつらがいなくなるまで待つのは面倒いし、はあ、僕は見せ物じゃないんだけどな。あ、うん、そうだね。そうですけど、何か用ですか、先輩。へえ、そんなの決まってるじゃないですか。僕がこの格好好きだからです。ただそれだけ。それじゃあ、さようなら。慣れちゃったよ。自分に関係ないのにやたらうるさいんだよね、ああいう人たち。うん、ありがとね。またね。よーし、それじゃあ今日は気晴らしにちょっと買い物してこっかな。前買えなかったアイライナー、こっちのお店に置いてるかも。せっかくだし他のコスメも見て。あれ、二人もいる。買い物かな。二人とも。ふーん、そっか。ああ、そんな風に思ってるなら、分かったようなこと言わなくていいのにな。ほんと、くだらない。僕は、僕でいたいだけなのに。誰よりも消えたがってるくせに。
どうだろうね。でも、ユキ、大丈夫？あ、うん、大丈夫だよ。私そういうのあんまり気にならないから。嘘つき。ユキも本当はきつかったんじゃないか。